私は春、32歳の専業主婦。今日は6歳の娘さくらとビニールプールを買ってきた。やっと手に入ってよかったのよさ。しかも 30% オフの2980円。おっとくおっとく、家帰ったら早速開けちゃおうか。うん、開けよう開けよう、楽しみ。さくらはこの夏ビニールプールを買うのをとっても楽しみにしていたのだ。見てこのビニールプール、直径2メートルもあるよ。ちょっと大きすぎるんじゃない？そんなことないよ。あら、どこの貧乏人かと思ったら、はるさんとさくらちゃんじゃない？あ、りかこさんとまりえちゃん。どうも、こんな道端で会うなんて偶然ね。ねえ、この人はりかこさん、そして娘のまりえちゃんだ。さくらとまりえちゃんが小学校の同じクラスで、私とりかこさんはママ友という関係。こんにちは、久しぶりですね。まりえちゃん、こんにちは。ふん、こら、挨拶されたら挨拶返す。人としての基本プニよ。さっき聞こえちゃったんだけど、その手に持ってるのってビニールプール？もしかしてハルさんたちビニールプールを買ったの？あ、はい、そうなんですよ。ビニールプールがずっと欲しくて。嘘でしょ、信じられない。え、ビニールプール買う人って本当にいるんだ。貧乏人はビニールプールを買って家の庭でプールするって都市伝説じゃなかったのね。はあ、都市伝説って聞いた？マリエ、ハルさんとさくらちゃん、お家でビニールプールで遊ぶんだって。貧乏なお家は夏はそうやってるのよ。貧乏人は大変なのよ。うわ、さくらちゃんって貧乏だったんだ、笑える。マリエちゃん、そういうことは人に向かって言うことじゃないよ。リカ子さんもなんてこと言うんですか。貧乏だからビニールプールで遊ぶとかどういう偏見ですか。いろいろな用途がありますし、誰が遊んだっていいんですよ。でも、そんな小さいプールで遊んで一体何が楽しいわけ。庭だってきっと極小なんでしょ。こいつ嫌なやつプニ。うちはセレブだから、毎年海辺のペンションを貸し切ってひと夏を過ごしてるのよ。うわ、また始まったのよさ。本人の言う通り、リカ子さんはこの辺りでは有名なお金持ち。よほど金持ちであることが自慢なのか、リカ子さんは会うたびに自分がいかに金持ちかを自慢してくるのだ。自慢するだけじゃなく、他の人たちを貧乏ってバカにするからな。聞いてて気分がいいもんじゃないのよさ。夜は新鮮な魚をシェフがさばいて、あ、ペラ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 。はあ、聞いてた？うちはセレブなんだよ。さくらちゃんのお家とは違うの。メレブって勇者よしプニンゴに出てくる人のこと。メレブじゃないプニ、セレブプニ。娘のマリエちゃんもお母さんを真似てよく人を見下すし、この親子にはあんまり深く関わらないのが吉なのよさ。それで翌日は乗馬して。あー、すごいですね。リカ子さんのお家はビニールプールで遊ばないってことですね。うちはうちでビニールプール楽しみにしてるんで、早く家に帰って楽しもうと思います。それじゃあまたどこかで。マリエちゃん、また学校でね。ちょっとまだバカンス2日目までの話しか終わって。残念、言っちゃったプニね。なんなの、ハルさん親子のあの態度は。ハルさんっていっつもそうなのよね。私がセレブっぷりや金持ち自慢をすれば、他のママ友たちはすぐに羨ましがってくれるのに。すごーい、さすがリカ子さん。ハルさんはどうでもいいって反応で、なんだかバカにされてる気分で不快なのよ。そうなんですね。金持ちでセレブな生活を送ってる私が羨ましくないわけないのに。金持ちとか貧乏とか興味ないですみたいな顔して強がっちゃって。だいたいハルさんの旦那さんってフリーターよね。この前 T シャツ&ジーパンで出勤してたもの。コンビニ店員かなんかでしょきっと。それじゃあ仕事行ってくるね。行ってらっしゃい、気をつけてなのよさ。いつかハルさんに、リカ子さんって本物の金持ちなんですね、すごいって言わせてやるのよ。覚悟しなさい。ママ頑張って。知らないうちに私の態度がリカ子さんの金持ち自慢に拍車をかけることになってしまったのだった。それから数日後、私とさくらが仲良く買い物に行った帰り道のことだった。いやー、今日のサンマ1匹500円は驚いたね。買えないっつーのつーのあれはリカ子さんたち。無視するのは失礼だけど、早く冷蔵庫に入れたいお肉とかもあるし、
軽く挨拶だけしよう。こんにちは、皆さんお揃いで。あ、ハルさん、こんにちは。こんにちは。ハルさんとさくらちゃん、来た、今がチャンスだわ。ねえねえ、皆さん聞いて、私この前ハルさんの面白い姿を見かけちゃったの。うん、面白い姿ってまさかプニの着ぐるみパジャマでゴミ捨てしてるところ見られた？何、そんなものがあるプニか。ハルさんとさくらちゃんね、この前ビニールプール買って帰ってたのよ。ビニールプールよ、ビニールプール。本当に世の中にこんな絵に描いたような貧乏人がいるんだってびっくりしちゃったわ。え、ビニールプールの話？そんなことまだ覚えてたの？面白いでしょ。ええー、そうね、リカ子さんはビニールプールなんかじゃ喜ばないものね。当然でしょ、うちは毎年海辺のペンションを借りて海水浴に行くんだから。ビニールプールなんてそうでしたよね。さすがリカ子さん、憧れる。どう、ハルさん、羨ましいでしょ。夏のペンションの話はもう前に聞いたけど。はあ、うちはさくらの肌が日差しに弱いので家のプールで十分ですね。ハルさんったらまた負け惜しみっちゃって。それなら市民プールくらい連れてってあげたら。大きいプールで泳がせてあげないとさくらちゃんかわいそうよ。もしかしてそんなお金もないからビニールプールなのかしら。やだわ、ハルさんの貧乏具合が私の想像を超えてきて、もう理解の範疇を超えてるわ。リカ子さん、なんでここまで言われなきゃいけないの。金持ちなんだったらもっとスケールの大きい環境問題とか気にしててよ。おっしゃる通り、プニーだから。ビニールプールも市民プールも貧乏の象徴じゃないですよ。それとうちは市民プールに行く必要ないんだよ、マリエちゃんママ。だってうち庭に25メートルプールがあるもん。さくらちゃんたら。そうね、夢は大きい方がいいわよね。25メートルプールのようにね。いや、夢とかじゃなくて本当にうちにあるんですよ、25メートルプール。はあ、聞いた、マリエ、ハルさんとさくらちゃんがお家には25メートルプールがあるって嘘をつくのよ。嘘つきはダメよね。うわ、さくらちゃん貧乏な上に嘘つきなんだ。違うもん、本当だもん。マリエちゃんまでそんなこと。イエーイ、嘘つき。違うってば。リカ子さんたち親子をまともに相手しても無駄だと思ってスルーしてきたけど、このままじゃさくらが嘘つき呼ばわりされ続けちゃう。ダメだ、ここは覚悟を決めよう。悔しがってる悔しがってる。本当のことだから反論できないのね。わかりました。それじゃあ今日、うちに来ませんか？はあ？ハルさんの家に？はい。25メートルプールを実際にお見せしますよ。何それ？めちゃくちゃ面白そうじゃない？いいわよ、別に。この前ビニールプール買ってた親子がどうやって25メートルプールを披露するのよ。なんなの？市民プールでも連れてって、ここがうちですとか言い出すわけ？いずれにしても笑えるんですけど。ちょうど今家に帰るところなので一緒に家に向かいますか。いいわよ、でも私だって暇じゃないんだからね。仕方なくだから。じゃあ皆さん、ちょっと行ってくるわね。本当に自宅に連れて行かれるにしろ、市民プールに連れて行かれるにしろ、どっちにしろネタでしかないわ。みんなに言いふらすのが楽しみだわ。家に25メートルプールなかったら、さくらちゃんのことこれからピノキオって呼ぶからね。何それ、かわいいね。今から呼んでくれてもいいよ。いいんかい。それから10分後。この角を曲がった先がうちなんで。やっと、こんなに歩かされるならタクシー乗ったのに。ここでも金持ちアピールか、プニ。行き先は市民プールではないみたいね。私たちはどこに連れて行かれるのかしらね。えはあ、これがうちです。ママ、うちより大きい家だよ。ちょっとハルさん、誰の家に連れてきてるのよ。だから私の家ですって。プール見に来たんですよね。庭まで歩くのでちょっとついてきてくれますか。どういうこと、ハルさんがこんなところ住んでるわけないのに。このハリウッドセレブの豪邸みたいな家は誰の家なの。玄関着くまで10分かかったんですけど。
庭へは家の中を突っ切った方が早いので、どうぞ上がってください。なんなのこの家は。プールがある庭はこっちですよ。ちょっと余韻に浸らせなさいよ。大きい。想像を超えてくるものがどんどん出てきて、思考回路はショート寸前よ。どうぞ、庭はこちらです。猫。だから言ったでしょ。これで信じてもらえましたか。うちには25メートルプールがあるんです。さくらは嘘をついてたわけじゃないんですよ。おかしい、ハルさんの旦那さんフリーターでしょ。私前に T シャツとジーパンで出社するあなたの旦那さんを見たんだから。あんな格好で会社行くなんてフリーターかアルバイト以外ありえない。どういう偏見ぷんに。それなのにどうしてこんな豪華な。まさか旦那様がどこかのお坊ちゃま。フリーター、夫は IT 企業の社長ですよ。 IT 企業の社長？毎日 T シャツとジーパンで出社してるのは事実ですが、それは服装自由な会社だからね。社長こそ一番ラフな格好で行かないとって。夫はもともとシステムエンジニアだったんですが、数年前に開発したこのアプリが大ヒットして。これってめちゃくちゃ話題になったゲームアプリじゃない。はい、それをきっかけに会社を立ち上げて、今は年商100億にまで成長しました。そんな、じゃあビニールプールなんて買う必要ないじゃない。何よ、自分は庶民派ですよアピールでもするつもり。最低。ビニールプールはさくらのペットのカメちゃん用にさくらがお小遣い貯めて買ったんですよ。カメだ、可愛いでしょ。なんですって。そんな、私こんな金持ち一家にセレブマウントしてたわけ。恥ずかしすぎる。トイレプニカ。マリアもこんな大きいお家に住みたかった。プールもあってカメもいるお家に住みたかったの。マリア、カメは買えばいいプニ。何言って、うちだって毎年ペンションに行ってるでしょ。毎年同じでつまんない。こんな大きいお家に住めた方がもっと幸せだもん。そんなマリアちゃん、そんなこと言っちゃダメだよ。毎年家族みんなでお出かけできるなんていいじゃん。そうだよ、毎年海に行って素敵な思い出を作ってるんでしょ。家の大きさやお金は幸せと関係ないんだよ。家族との思い出がたくさんあること、何よりも幸せなの。そうだ、いつの間にか金持ちじゃなきゃ幸せじゃないとか思い込んでたけど、海辺のペンションに行き始めたのもマリエと思い出をたくさん作ろうと思ったからだった。それがいつしか他人へのマウントの道具になってて、どんなに金持ちを目指したって上には上がいる。そんなことを幸せの基準にしたっていつまで経っても幸せになんてなれないんだわ。ハルさんたちの言葉を聞いて私大切なことを思い出した。ハルさん、今までごめんなさい。貧乏だとか庶民だとか言って。リカ子さん、いきなりどうしたんですか。別に大丈夫ですよ。私セレブ自慢する時の優越感が快感で大切なことを見失ってたわ。ハルさんたちが金持ちなことが幸せじゃないって言ってて、そうだなって気づいたの。マリエにも金持ちイコール幸せって教え込ませちゃって恥ずかしいわ。ママごめんなさい。ママを悲しませるつもりはなかったの。ただちょっとさくらちゃんが羨ましくなっちゃっただけなの。マリアは毎年ママとパパと海に行けるの楽しいし幸せだよ。マリア、ありがとう。ママ本当にバカだったね。よかったのよさ。こうして私たちに対するリカ子さんの誤解も解け、リカ子さんとマリアちゃんも大切なものに気づくことができたようだった。それから1週間後。ハルさん、さくらちゃん、リカ子さん、マリアちゃん、こんにちは。こんにちは。リカ子さんとマリアちゃんはあの日以来すっかり変わった。道で会っても金持ちマウントやセレブ自慢をすることは一切なくなった。リカ子さんもマリアちゃんもなんだか幸せの基準が変わったようで。今年の夏休みは私の実家の田舎へ行くことにしたのよ。マリアと一緒に私の地元で思い出を作りたくて。楽しみなの。二人は前よりもずっと幸せそうだ。世間や周りの評価がどうとかじゃなくて、自分だけの幸せを見つけられてる人はキラキラしてて、と
っても素敵だ。ちなみにリカコさんの田舎ってどこなの？屋久島の横の小さな島よ。春だよ。さくら、動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。屋久島の横の小さな島、なんていう島かは全然わかんないけど、でもすっごく楽しそうなのよさ。思い出作りにはきっとうってつけね。私も行ってみたくなってきちゃった。よかったらみんなも動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。またねー。